はい、今日は8月28日をアゲハ、今午前9時20分ぐらいですね。はい、ここはこの前田んぼの水ですね、が来た時の排水と、このここに入れないですぐもう排水するようにしたところですね。とそのついでに竹暗渠をしたところですね。その竹暗渠のためますがこれです。はい、ここにマムシがいました。マムシよいしょ。大体普通殺すんですけど、まあちょっと小さいし、ほらこれですね。これがマムシです。これ小さいし、もうこれがほぼ垂直で切れないような感じなんで、もうこのまましとこうかなと思ってます。どっちにしろ弱って死ぬか、弱ったところをトンビかなんかに食われるかじゃないかなと思ってますね。はいはいはい、小さなマムシです。小さなマムシ、はい、おそらくここで死んでしまうはずです。死んでしまうか、さっき言ったように弱ってトンビかなんかに食われてしまうか、トンビかカラスか、はい、アブが来ました、アブはい、そういうことで、そういうことで、おら、おらまだ小さいですけど、はい、まあ殺すまでもないかなということで、おそらく、垂直ですので切れないようですね。はい、このまましときます。はい、ちょっとかわいそうですけどやっぱり危険なものはあまり生かしとくわけにはいかないんで、はい、そういうことでちょっとマムシがいたんでちょっと撮影してみました。はい、ここも何月だったかな、一回幸運してたんですよね、軽く。でももうこんなになりました。まだ何を作るかちょっと考えてませんけどぼつぼつ考えなきゃいけないなと思ってますけど、はいはい、ずっとフェンス周りと入り口、その上の田んぼのあぜとかちょっとそっちの方は昨日草刈りしたんですけどね、はい、まあそういうことで、マムシがいたんでちょっと撮影してみました。撮影終わります。